はい、皆さんこんにちは、ヌノペンです。ジュラシックワールドエボリューションやっていきますよ。いしょ、さ、前回3つ目のミッションをこなしました。そこで生まれたのがこちら、スピノラプトルですね。スピノサウルスとベロキラプトルのハイブリッド。いやー、この子には相当手を焼かされたけど、いやいや、ミッションとりあえずクリアできてよかった。私が手を焼かされたスピノラプトルはこの子じゃないんだけどね。いやー、広い鬼でのびのびと暮らしておりますな。よし、パラメータも悪くないね。ちょっと草原が微妙だけどな。もうちょっと森林を減らそうか。じゃあ今回はミッション4つ目、最後のミッションをね、こなしていきましょう。インドミナスレックスのカモフラージュで遺伝子組み換えを施したインドミナスレックスの作成書を了解しました。よし、じゃあ最後のミッションやっていきます。さあ、島の評価はね、実はもう5つ星取ってあります。施設の評価はもともと高かったんだけど、恐竜の評価はね、もう少しだったんだよ。で、このアロサウルスとスピノサウルスが生まれてくれたから、恐竜の評価は5つ星になって、よし、達成しました。で、この2つ、フィーダー費削減 3.0 と建設改善 3.0 が安納されました。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、インドミナスのカモフラージュで遺伝子組み換えを施したインドミナスレックス。はい。じゃあ、アンロックしましょう。あ、もうアンロックできてるか。じゃあ、新しく檻を作って、じゃあ、インドミナスレックスを放ちましょう。よし、こんな感じになりました。じゃあ、クリエーションラボを作っていきましょう。ラボラボ。はい。できないな。もうちょっと檻を狭めるか。でも狭いな。これはさすがに狭いだろう。アロサウルスをあっちに持ってくっていうのはどうだ？そうした方がいいかもしれないな。とりあえず、スピノラプトルちゃんは、居心地は？まあ、悪くはなさそうだな。あ、寝てんのか。じゃあ、アロサウルスをこっちに持ってきます。じゃあ、インドミナスレックスを作りましょうか。インドミナスレックス。はいはい。で、カモフラージュがなんたらって言ってたな。どこにあるんだ？これか！はいはいはい。じゃあ、適用カモフラージュ。ヨーロッパ行為か。はい。じゃあ今回はこのインドミナスレックスにこの狭いスペースでも過ごせるような遺伝子操作を行いましょう。インドミナスレックスね、だいぶ広い檻じゃないとね、ストレス溜まっちゃうから。よしよしよし、 OK。 鳥インフルエンザが流行ってたんだね。あと他はまあこんなもんで大丈夫か。で、仲間はまあ特にはいらん。うん、よし、これでいいかな。まあこれで、うん、まあ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 、よし、じゃあ育てましょう。はい、お願いします。いや、楽しみですな。はい、恐竜繁殖日。じゃあまずはトロードンを放ちましょうか。はいはい。こいつは個体数が少なくても文句言わないように遺伝子操作してるからね。いや、助かる。はーい、じゃあこいつを向こうの方に持ってきましょうか。じゃあ ACU センターお願いします。じゃあ次はここにホテルを置きましょう。はい、ホテル。ここにホテルあったらな、めちゃめちゃ恐竜見放題だもんな。いやー、羨ましい。はいよ。じゃあこの辺になんかレストランでも置いとこうか。まあ、絶対来るだろうね。じゃあここ、はい。さあ、頼んだ。売上の底上げをしてくれ。じゃあちょっとこの辺を大きい道路にしとこうか。はいはい。はい、大きい道路。はい。すげえ、なんか全然場違いな道路ができた。はい、じゃあインドミナスレックスを放ちます。はーい。
はい、出てこい。これがカモフラージュ遺伝子操作を施したインドミナスレックスでございます。うわー、めちゃめちゃ強そう。インドミナスレックスは見事だろ。ねえ、見事だね。すでに完璧な恐竜種にさらに改良を加えようなんて誰が考える。これだからこの仕事はやめられない。あ、好調さがはてなはてなはてな。次はインドラプトル。かなり狡猾な捕食種だ。待って待って待って。必要。急に壊そうとするぞ。かなり手を焼く羽目になると思うぞ。眠らせる。やばいやばいやばい。急に。あ、でもこいつでも一発で破れねえか。やばい、でももう壊すな。はい、お願いします。レンジャーレンジャー、はい、取り直して。よし、危ねえ危ねえ。じゃあ次はインドラプトルを作る。はい、了解しました。インドラプトル、はい、まず配合はちょっと金がないからな、ちょっと削ろう。まずこんだけ安くして、で仲間はまあいらないし、ストレス、じゃあストレス高速対応、よし、やっておこう。はい、じゃあインドラプトル作りましょうか。はい、お願いします。じゃあそれまでインドミナスレックスは眠っててください。じゃあ私はここにバーを建てましょうか。この辺にしようか。はい、バー。そしてあと買い物とかできたらいいな。稼ぎゾーンとかある？あるね。オッケーオッケー。じゃあここに建てましょう。はい、さあ今ヘリコプターに乗ってます。いや、インドミナスレックスちゃんとご飯食べてるようで、よかったよかった。たまには起こしてお腹を満たさないとね。まだインドラプトルは時間かかるからね。もうちょっと待ちなさい。上昇。さあこのインドミナスとインドラプトルが何をするかだね。まさかなんか嫌な予感がする。まさか、まさか壊そうとしてる。やっぱね、あ、当たない。当たんねえっす、当たんねえっす。はい、命中しました。はい、逃がさんぞ、お前の勝手にはさせん。はい、おやすみなさい。残念だったな。さあこれが寝てる時のアロサウルスでございます。なんか死んでるみたいだね。あー、起きてるか。気持ちよさそうに寝息を立てておりますぞ。さあ他の恐竜は、はい、スピノラプトル。いやー全然見えない。おお、このアングルいいな。でお客さんも、おお、これはなんてすごい恐竜なんだと言ってるぞ。お客さんっていうか職員だね。やっぱちゃんと見るとね、科学者やスタッフの人ばっかだな。多分警護関係のスタッフだね、この人たち。そうか、てっきりお客さんかと思ってた。でもこのスタッフのためにホテルやら化石ゾーンやらはいらんわな。バーとかもあるし、まあ長期滞在用にこういう娯楽施設があるといいだろうね。で、まだインドラプトルはできない。長いな。はい、じゃあ恐竜放つ準備できました。はい、じゃあインドラプトル放ちます。おお、やっぱ強そうだね。っていうか絶対強いな。やばい、見つけた。
君にとって早く早く移送して早く難しくないはずだ。危ねえ。スピノラプトルを作って戦闘させろ。書類に記載された評価条件を満たしてもらう必要がある。早速取り掛かってくれ。ふむふむ。なんだか、次は博士のベスト版を作ってる気分ですね。ラプトル言わなくて聞きたくもあります、ね、なんか怒ってる。やっぱ怒ってる。クソ、こいつら何なんだ。はい、急いで急いで急いで眠らせて。はい、さあ、スタッフスタッフ、壁を直しなさい、すぐ。なんて恐ろしい。あー、待て待て待て、私が操縦する。しまった、喧嘩してもうた。私が操縦しよう。はい、やめなさい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 。オッケー、どうだ。これ以上の発砲は必要ありません。オッケー、武器を危なし危なし。またちょっと怪我を治させるか。じゃあスピノラプトルを作りましょうか。もう争い事ばっかや、ここの人たち。じゃあインドラプトルがちょっとお腹減ってるとか言い出してきてるから、じゃあこの辺にこういう風にちょっと書こうで、フィーダーでじゃあお肉、はい、お肉、そして水だね。はい、じゃああそこに運ぼう。はーい、じゃあインドラプトルちゃんは、はい、そしてもうお腹を満たしたらすぐ眠らせる。でスピノラプトルはまだかかるな。はい、じゃあもうすぐスピノラプトル生まれるね。じゃあインドミナスレックスを起こしましょう。じゃあとりあえずこの辺に移動させとくか。アセット回収要請受信、はい、そしてもう輸送が一通り済んだら、じゃあスピノサウルスを放ちましょう。どうだどうだ、もう少しかな、もう少し。 OK、 じゃあこのタイミング、はい、スピノラプトル放ちます。はい、おはよう。ご機嫌はいかがかな。オッケー、ミッション1個クリアした。はい、インドミナスレックスの戦闘におけ悪名を100上げる。インドラプトルの戦闘における悪名を100に上げる。つまりこれはあれか、戦闘させるってことだな。引き渡しは完了しました。じゃあ、はい、待て、こいつは喧嘩し始めるぞ多分。確認しました。はい、やめなさい。さあすぐ向かって、あいつらマジで喧嘩し始めるから。じゃあ、はい、ヘリコプター操縦します。さあそして、はい、近づいて、やばい、喧嘩し始めた。はい、だよ、喧嘩した、喧嘩したらダメ。はい、両方に向かってないと。はい、 OK で向こう、はい、どうだ。はい、やばい、待て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 、待て、やばいやばいやばい、やめてやめてやめて。はい、オッケー、危なかった、食われるとこだった。
じゃあまずはスピノラプトルはちょっとあれだな、悪名がちょっと上げにくいから、じゃあインドラプトルを向こうの檻に持っていこう。はい、インドラプトルをじゃあスピノサウルスのところに持っていこう。はいはい、アセットの収容に向かっています。よかった、このための檻だったか。じゃあレンジャーは、はい、他の子たちの回復。じゃあまずはインドラプトル、また結構厳しいよ、結構厳しいよ。レンジャー、チーム2、はい、この子、この子を治療しなさい。でパラメーターはどうだ。あー微妙にインドラプトルの方が強い。やばいやばい、やられる。急げ急げ。やばい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 、やめて、急いで急いで。あーあーやられちゃうやられちゃう。あーダメだー、あーミッション失敗か。君の失敗など許さない、とっとと戻って任務を完了させろ。ひどい言い草だな。ミッション失敗するとこんなこと言われるのか。もう一回やらせてください。もう一回やらせてください。うん、いいだろう。ではよく聞け。くそ、ある特定のスキルを用意した戦闘向けの恐竜種を作ってほしいんだ。さあしばらくやり直してここまで来ました。スピノラプトルを産むところですね。オッケーオッケー、はいオス。じゃあこいつをすぐに眠らせて隣の檻へ持ってきます。はい、問題なし。どうせ暴れるんでしょうお前ら。あ、こいつは暴れないな。あ、えらいえらいえらい。じゃあ待った待った待った、じゃあ今から何匹か草食動物を作って、でこいつに食べさせるようにしましょうか。もったいないけどね。で生存期間をそれなりに上げて、でそれで50以上の評価、50以上のやつを作れば、はい、これを2匹作ろう。はい、あーコイトサウルスちゃんごめんね。はい、じゃあコイトサウルス放ちます。ごめんねコイトサウルスちゃん、本当にすまない、せっかく生まれてきてくれたのに。スピノラプトルの悪名をあげる餌になってくれ。さあそしてもう一匹放ちましょうか。あー早速スピノラプトルが食べようとしてる。あれ食べようとしてないな、食べないんかーい。じゃあこれちょっともう外す。あの子たちを食べなさい。すまない、こんなことは誠に不本意なんだが。あれ食べないな。大型の草食は食べないのか。あ、大型でもないしな、中型だもんね。こんなもんでいいか。もう一匹。あ、恐竜死亡。え、おっと倒してた、しまった、全然見てなかった。じゃあこいつも倒しなさい。で悪名はプラス25か。
全然微妙だな。じゃあストーテオビームスを見ましょう。それかスティキモロクとかにしとこうか。はい、で今レンジャー部隊に撃ってもらいました。健康度は、あ、回復してるね。オッケーオッケー。これでやり過ごすしかないか。じゃあとりあえずストルテオミムスを、じゃないな、スティキモロクを放ちます。これで悪名を稼がないと。わあ、ごめんね本当に。あ、興味を示した。はよ食べてくれないかな。もうこんなこと不謹慎すぎるけどさ。あー、今度は食べた。あー、やっぱ中型だとあんま食べないんだな。あー、かわいそうに。で悪名はもう少しだな。じゃあ頑張ってスティギモロクちゃんを産みましょう。あー、餌代わりに産むなんて。じゃあこんだけ広いから逃げられちゃうのかな、餌に。狩り下手なのかな。じゃあちょっと狭くしとこう。はい、はい、これでどうだ、これで。あー、狩られた。で草原がちょっと少ねえって言ってんな。で悪名は、あー、やっぱ伸びてるね。オッケーオッケー。あー、あー、狩られた。でこれでスピノラプトルの悪名が100以上になったね。オッケーオッケー。じゃあまずはスピノラプトルを、はい、タスクの確認、麻酔で眠らせます。そして死んだ恐竜を回収。そしてどんどん産んでいこう。本当に申し訳ない。はいはい。じゃあすまんな、お願いします。でスピノラプトルをこのスピノラプトルの檻のとこに持っていこう。仲間は2人いても大丈夫だね。オッケーオッケー。そして次はインドラプトルちゃんをこっちの檻に持ってきます。アセット輸送中。よし、これで OK だ。アセット引き渡し完了。はい、インドラプトルちゃん、オスオス。ごめんね、ちょっと放っておいて。めっちゃ食べ物と飲み物が、あれなんだね、なんもないんだね。あー、それは食べちゃダメ。それを食べては悪名は上がらないから。アセット回収要請を受信しました、はい、ちなみにインドラプトルさん住み心地は、あ、森がないって言ってるな。じゃあちょっと工夫しましょう。こうしよう。で、こうすればいい。で、この辺に森を生やせば多分大丈夫でしょう。どう？どうすか？よし、これで草原と森林は OK だな。あー、壊そうとしてる。待て待て待て、なんでだこいつ。全然話が違う。要請を受信しました。こら、壊そうとしたって無駄だ。あ、でももうやめた、壊すのやめたよ。あー、狩りおった。さあ恐竜死亡。もうこんなこと言うのもなんだが、どんどん悪名を稼いでってくれ。さあインドラプトルちゃん、このスティギモロクをたくさん食べなさい。でもやっぱ戦闘仕掛けた方がいいのかもな。でも戦闘仕掛けるとね、負けるリスクっていうのがあるから。それでさっきね失敗しちゃったからな。
また草食動物を食わせて辛抱強く待つ作戦にしよう。ただ檻は頑丈にして、さあどうだ。あ、行かないな、行かないね、行かないね。で、個体数がちょっと多いって、ちょっと不満が溜まってんな。まずい。これはまた壁を壊しに行くぞ。あ、ヘリコプター。ほら、やっぱりね。この子難しいなぁ。で、当のインドラプトルちゃんは、そこにいるのね。ん？あ、まだ食べてないか。あー、もうめちゃめちゃ食べてるじゃん。で、これでインドラプトルの悪名が100以上になったはず。じゃあインドラプトルを、ね、眠らせよう。問題なし、はい、OK、 ちゃんとチェックついたね。じゃあ次はインドミナスレックスの悪名を100以上に上げましょう。あー、もう壁壊そうとしてるし、輸送チームをじゃあ派遣して、インドミナスレックスをこっち、そしてインドラプトルをこっちで、インドラプトルちゃんがこっちに着いた瞬間に眠らせる。うーん、なかなか時間かかるな今回のミッションは。はい、どうだ。あ、確かに健康度はちょっと悪いな。で、草原が少ないって言ってる。じゃあ死んでる恐竜を、はい、輸送します。アセットの回収に向かっています。で、草原が少ないって言ってるから、じゃあこの辺ちょっと、はい、外しとこう。はい、どうだ、早速食ってる。早速食ってるか。あ、やっぱカモフラージュしてるわ、すごいね。待て、なんか嫌な予感がする。タスクあいつだ、あいつの謎がぜ。私はその間ちょっと、はい、檻を召喚しとくから、こっちこっちこっち、ね、こっち、はいはい、こうだ、危ねえ。じゃあレンジャーは、はい、フェンスは壊れました。でも大丈夫、もう一段あるから。危ねえ。さあ動き出したぞこいつが。うわー、やっぱ迫力はすげえな。この爪がやばい。さあ悪名が73か、あと27。そしてまた壁を壊しに行く。もうヘリコプターめちゃめちゃ忙しいじゃん。リストに、あ、これ仕方ない。で、これで悪名が98か。もう一匹、もう一匹で、さあ何をしている。はい、何も質問するな、ただ言われた通りにしろ。お、ミッション、インドラプトル。あ、輸送チームを使って各恐竜を島外に出せ。3種のハイブリッド種をすぐに島の外まで輸送しろ。実行できる時間は限られているぞ。今からこれが君にとっての唯一の最優先事項だ。私はしばらく席を外します。唯一の最優先事項あ、その大事な会議があるので。ではまた。ピンチ逃げるな。じゃあインドミナスレックスを、はい、じゃあ外に貸し出しましょう。そしてインドラプトルちゃん、インドラプトルちゃんどこ行った、どこで寝てる。いたいた。じゃあこの子も、はい、外へ持ってくよ。はい、じゃあスピノラプトルちゃんを、はい、貸し出します。ふう、これでミッションは終わりかな。いやいや、これはなかなか大変なミッションだったな。なかなかこの3匹生まれないからね、時間もかかるしお金もかかるし。いやー大変だった、街のプレイだったな。
まあ、これでいいんじゃないかな。はい、じゃあ貸し出しされていきます。はい、ボイスメッセージ、オッケー。知っての通り、波紋の財団には過去にも解除された多くの競争相手がいる。そういう連中とビジネスをするときには私は先制攻撃を仕掛けじゃなくて用心するようにしているんだ。しかし時に相手はビジネスだけでは満足してくれない。そして我々に対して盗みを働くことさえある。だがもちろんいつも相手は失敗に終わる。なぜなら私がルール違反も厭わないからさ。そのことについてハモンド財団が知る必要もないわね。私の研究も我々の古生物キュレーションにおける優位性も守られた。だから私は謝罪するつもりはない。恐竜たちは無事に保護され、我々の恐竜研究の優位性も問題なく保たれている。それが今回成し遂げたことだ。確かに私の方法は型破りかもしれない。しかし効果的だ。目的を達成すると全ての手段は正当化される。我々の目的とは、太古の昔に地球を支配していた恐竜たちを蘇らせることだ。自然が恐竜を絶滅させるのにおよそ1億年近くかかっている。そして私が彼らを復活させるのにはたったの30年しかかかっていない。そこから見えてくることがあるだろう。というよりその結果が全てを物語っている。まあハモンド財団の必要枠みたいな感じなのかもね。ウー博士も、ウー博士はウー博士なりでいろいろこう踏ん張ってたりね、いろいろ裏でこのハモンド財団を守っていたりしてたのかもしれないけどね。まあわからん、それは。ということでね、新 DLC ウー博士の秘密終わりました。はい、お疲れ様でした。私、いやー本当ご視聴ありがとうございました。なんとかね、この新ドルクのシナリオも私全部クリアすることができました。結構いろいろ研究アイテム解除されたけどな。とりあえず見ていこうか。グローバルオペーションはまあ 3.0 とか、はいはい。で、遺伝子研究は、あ、いろいろあるんだね、やっぱりな。で、他にはまあ、ないかな。よし、じゃあ、本当にご視聴ありがとうございました。はい、じゃあ、今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ごめんなさいね。ありがとうございました。次回、作をお楽しみ。よしはチャンネル登録、高評価お願いします。よしでした。ありがとうございました。